第三章繁栄のための考え方自分と他人の幸福が一体化する生き方を1人間には信仰の本能がある人間と動物を分けるもの「繁栄のための考え方」というテーマについて述べていきたいと思いますまず根本に立ち戻って考えてみましょう。 動物は様々な本能を持っています。鮭が海から故郷の川へ帰りその川を遡上していくようにまた特定の季節になれば渡り鳥が南や北へ飛んでいくようにあるいは何年も土の中に潜っていたセミの幼虫がやがて地中から這い出し木に登って羽化するようにあらゆる生き物はその本来の使命を果たすための本能を持っています。人間にも、 いくつかの本能がありますがその中に信仰の本能というものがあると思いますこれは私だけの考えではなく松下幸之助氏も生前そのような言葉を使っていました信仰の本能という言葉は非常に変わった響きを持っているかもしれませんしかし人間と動物の大きな違いは信仰の本能の有無にあるのです動物たちは 人間以上に鋭敏な感覚を持っています人間は犬ほどの嗅覚もコウモリほどの聴力もある種の鳥ほどの視力も持っていません感覚の能力だけを比べれば人間は動物にかなわないでしょうこの世にあるものを感知する機能においては人間は動物よりも劣っていると言えますしかし人間が動物よりも明らかに勝っているのは 信仰の本能のの部分です信仰の本能とは目に見えないものを信じ理解しそれに基づいて行動することができるという性質のことです何を信ずるのかといえば伝統的には「仏」や「神」という言葉で表されるものすなわち仏神です仏神を信ずることができるという点こそ人間が動物よりも優れている部分なのです ところが人間にはもともと信仰の本能が備わっているにもかかわらず現代においては本能である信仰する心を忘れた人間がかなり繁殖しているように見えます自らの本能を忘れたならば動物は本来の使命を果たせません例えばニワトリが卵を産まなくなったならばどうなるでしょうかあるいは鮭が自分の生まれた川を遡上できなくなったり クマが鮭を取ることができなくなったり、フクロウが夜に目が利かなくなったりしたならば、どうなるでしょうか。大変なことになるでしょう。人間も同じです。人間が人間である理由は、五感で感知できるもの以上の尊いものを理解し、それに基づいて行動できる、という点にあります。この本能が人間を人間たらしめているのです。しかし、 現代においてはこの本能を失った人々が大量に出現しているのです彼らは一種の新人類なのかもしれませんがある意味では「退化した人類」と呼ぶことも可能でしょうそういう人の数はだんだん増えてきていますが本質において人間から猿に向かって対抗する類人演歌のような動きだと思います信仰を持たなければ、 人間は動物とあまり変わらなくなってしまいます人間を動物として見たならばそれほど強い動物とは言えません人間の場合暑い季節になると病原性大腸菌 O157 やサルモネラ菌などによる食中毒がよく起きますがこのようなもので動物はそう簡単に病気にはなりませんただ人間であってもインドの人々などはガンガ ガンジス川の濁った水で紅茶を沸かして飲んでいます日本人はお腹を壊すかもしれませんがインドの人は平気なのですこのように人間の体も本来は強いものなのですが生活様式の変化とともにだんだん弱くなってきているのです肉体だけをとってみれば人間は動物よりもはるかに軟弱ですしかし人間は動物と違って 高度なものを信じそれに基づいて生きユートピアという目に見えない価値を作り出すことができますだからこそ人間は尊いのです物心の心にのっとって生きる人間は信ずる心を本能的に持っていますなぜなら人間は大宇宙と自分他の多くの生き物と自分他の多くの人間と自分 とととというようよに他のもののも自分との関わりを見なががら生ききることができるからです人間は大宇宙の中に生きている自分というものを見て自分の小ささを感じ無限の宇宙から見れば自分は小さなアリのような存在であるということを知る力を持っていますアリは自分がアリであることを客観的につかむのは難しいでしょうが人間は大宇宙から見れば 自分はありにも及ばななないほどの小さ存存在、在無力な存在かもしれない、と考えるることができるのできのす。その結果当然ながら人間は存在の不安を感じ大きな宇宙の中の地球という星に非常に小さな生命としてポツンと置かれている自分その自分が他の多くの生き物と一緒に生きていかねばならない一体どのように生きていけばよいのかということを考えます そしてこれを頼りにして生きていけばよいという生きるよりどころを求めるのです地球には大勢の人が生きているため各人が勝手に生きたのでは大変なことになります大勢の人が仲良く楽しく平和に生きていくためにはすべての人が「このように生きよう」という決まりを守ることが必要ですそれではその決まりをどこに設ければよいのでしょうか 誰もが自分こそ神だ、自分こそ仏だと言い新しい神や仏になったならばどうしても意見が合いませんそれぞれの人がバラバラの意見に基づいて生きていたのでは収集がつかなくなりますそこで人々は目に見えない超越的な世界にいる偉大なる存在を信ずるようになるのですその偉大なる存在からは教えというものが地上に下ろされます 時代に応じてブッダやキリストなど偉大な使命を持った人が地上におりこの教えにのっとって生きなさいと人々に教えを説くのですこうして一つの方向が示されます。それを頼りにして生きていくのでなければ人々は何をよりどころにしてどのように生きればよいのかということが分からず全くの原始状態に置かれ人々の間で 紛争が絶えなないことになりますそこで人間世界を超えた世界から「核のごとく生きなさい」という教えが説かれ多くの人がそれを信じ心を一つにしてユートピアを作ろうとするのです信仰とは目に見えないものを信ずることです目に見えず誰も手が届かないものだからこそ北極星のごとく位置が変わらずすべての人が消えできるのです 北極星の位置が変わってしまえばどの方角が北なのか分かりません北極星のように人間から見るとはるか遠く手の届かないところにある物心の心を基準として生きることによって人々の心が一つに定まりますそして人々は各人はそれぞれの考えを持ちさまざまな行動をするけれども根本的には大きな決まりにのっとって生きていくのだ ということを納得し合うのですこれが信仰の世界です信仰は本能としてもともと人間に与えられているものなのですそれでは信仰は何のためにあるのでしょうか信仰は難しいという人もいますが必ずしもそうではありません信仰とは結局物心を好きになることですその意味では恋愛のようなものだ と考えてもも良いかもしれません恋愛をすると相手に気に入ってもらいたいと思い相手の好みに合った自分に変わっていこうとしますその結果服装や立ち居振る舞い言葉遣い食べ物などが変わっていきます相手が「知性的な人が好きだ」と言えば勉強をしたくなり相手が「芸術を理解してほしい」と言えば絵を見たり音楽を聴いたりしたくなります。 恋愛では好きな人に自分を分かってもらえるように近づいていけるように気に入ってもらえるように自分を変化させようとするのです信仰も同じです。仏心を好きになると仏心に気に入ってもらえるような自分になりたい。仏の子神の子としての性質をできるだけ多く持った自分になりたいと願うようになり自分を変化させていくのです。要するに 信仰とは一種の尊敬なのです。何を尊敬するかによって人間は進む方向が違ってきます。悪魔を尊敬すれば自分も悪魔のような人間になります。犯罪者を尊敬し手本にしてあのようになりたいと思えば犯罪者になります。大泥棒を手本にすれば大泥棒になります。反対に立派な人を手本にすれば 自分も立派なな人になりますそれと同じく「仏心のようになりたい」と願い仏心を尊敬して理想化すればそれに近づいていきますそして仏心を理想化しそれに近づいていく過程のことを「信仰」と呼ぶのです世の人々の中には信仰を否定し人間は物に過ぎない人間は物質の塊なのだと唯物論的に考える人もいますが そういうい人たちは一体何を理想として生きているのでしょうか物としての自分とはおもちゃのように壊れたらおしまいという感覚のものでしょうこれは人間がやがてロボットにとって変わられるような人生観です将来非常に成功で優秀なロボットができたならばロボットを神として信仰し人間はその奴隷になってしまうかもしれません 人間の本質的な価値がわからなければそうしたこともありうるでしょう信仰は非常に大事です人間が幸福に暮らし成長していく上で是非とも必要なものですそしてそれは人間に生まれつき備わっている本能でもあるのです各人の肉体には魂が宿っていますが魂の中にはこの世に生まれてくる前の記憶がかすかながらも残っていて 人間は時々それを思い出しますそのため異なる地域や国に生きているにもかかわらず全ての人がある程度善悪に関すする共通の基準を持っています生物として見れば遺伝子的にはつながりのない人々が世界各国にたくさんいますがどの国の人であっても善悪美醜、愛と憎しみの違いがわかります。このように 遺伝子的にはつながっていないのに多くの人が共通の価値観を持っているという事実はとりもなおさず人間は仏の子神の子であるということを意味しているのです信仰を人間の本能と捉えるならばその本能に対して素直に謙虚に生きていくこと仏心の心に従順に生きていくことが非常に大事になりますところが現代人は 仏心の心に従順に生きるという言葉の意味すら忘れ傲慢になっていますあの世を否定し神も仏も否定したところに現れるものは何でしょうかそれは利己心のみを神の心仏の心と称する考え方です現代では自分自身を可愛く思う心が全てであるという考え方が強くなってきていますしかしそれは 果たしして理想的な姿でしょうかそうではないはずです今地上には60億近い人間が住んでいるのですからそれぞれの人が勝手なことを主張し合ったならば収集がつきませんしかしすべての人が目に見えない世界の偉大なる意思を感じ取り普遍的な考え方を共有すれば共に仲良く助け合いながら生きていくことができるのです人類はもう一度。 根本に立ち戻って、てそののことを考えなくてはなくはりません。つの良き習慣人間にはもともと信仰の本能があるという話をしましたがそうした存在である人間が繁栄していくためには何が必要でしょうか繁栄とは光り輝く生き方のことです栄える生き方素晴らしい生き方 喜びに満ちた生き方のことです繁栄を実現するためにはどうすればよいのでしょうかそれは良き習慣を形成することです信仰心を持つ人間ならばその信仰心に基づいて良き習慣を作ることが非常に大事です人間は自由のままに流れると悪い方向に行くこともありますが良い方向に向かって一生懸命に努力していくと 良きき習慣が身についてきます幼少時から青年期にかけてさらには大人になってからも物心に近づいていきたいという目標を持って努力している人は精神的にだんだん立派になりまた日々の行動も良き習慣に動かされるようになっていきます良き習慣を身につけることは信仰生活を送る上で非常に大切なのです反省 間違いを正し罪を消す反映するために身につけるべき良き習慣にはどのようなものがあるでしょうか信仰生活という観点から言えば反省が挙げられますこれは幸福の科学でよく教えていることです人間は自由性を与えられているため間違いを犯すことがしばしばあります思い違いをしたり 間違った行動をしたりしますししかし間違ったことをしても自らをよく振り返って反省すると仏の光が入ってきてその間違った部分が許されます反省によって間違いが正されその部分の罪が消えるという法則があるのですその意味で反省は消しゴムのようなものだと言えます間違って書いた漢字や 計算式を消しゴムで消すのと同じような効果が反省の力として与えられていてやり直しがきくようになっているのです一度でも間違ったことをするともう取り返しがつかないのならば人間はしばしば間違いを犯す生き物なので世の中のすべての人が地獄へ行ってしまうことになりますところが間違ったことをしても反省という消しゴムによってそれを消せるのです 間違った思いを出したり間違った行動をしたりしてもそれをきれいに消して書き直すことができるわけですこのようなことが許されているのは非常にありがたいことです反省は人間にしかできません動物の場合は体が本能的にどんどん動いていきます犬には犬の猫には猫の豚には豚の牛には牛の本能があって どうしても本能に従った行動をとってしまい、それ以外の行動はできません。動物は本能の方が強く、植え込まれたパターンにのっとって動くだけなのです。しかし、人間だけは、各人がそれぞれ違った考え方や行動をとることができます。そのような自由性が人間には与えられています。この点が人間に生まれることの幸福なのです。 自由性が与えられた結果間違いも起きますがその場合でもきちんと反省をすればやり直しがきくのです反省にはこの世での反省だけでなく死後あの世に帰ってからの反省もあります良き習慣の一つとして反省は非常に大切なものです読書知恵の宝庫 繁栄のための良き習慣として読書も入れておきたいと思います親が子供に教えてあげられることの中で最も大事なのは読書の習慣だと思います読書は知恵のもとだからです読書の習慣は親から子への最大のプレゼントなのです一人の人間が一生の間に経験できる範囲はそれほど大きくありませんある人は船乗りの人生を生きる ある人は天文学者の人人生生を生きる。あるあは農業をするある人は工場で働くこのように各人がさまざまな人生を生きていますがその全てを一人で経験することはできませんまたさまざまな人生を経験するために何度も生まれ変わってくることは大変な時間を必要としますしかし幸いなことにいろいろな人が。 自分の知識や体験を書物にままとめててくれています人は誰でも自分の人生を1冊の書物にして表すことができるものです2冊も3冊も書くことは難しいかもしれませんがどのような人でも1冊の本にして残すぐらいの生き方はできるのですそして他の人が知恵を絞って書いた本であってもわずか数時間から数日で読むことができますつまり それを書いた人が一生の間に経験したことや考えたことを非常に短期間で学べるのですこれは一人で二人分の人生を生きたのと同じことになりますしかもそういう本は世の中にたくさん出ているので両者を選んで数多く読めばいながらにしていろいろな人生を体験することができるのです例えば船に乗って世界を一周することは 自分ででで体験したくても、もにできるものではありません。不可能ではありませんが普通は時間などの余裕がなくよほどの人でない限り無理でしょうしかしマゼランの後悔の話などを本で読むことによって世界一周の疑似体験ができますそしてさまざまな知恵を得ることができるのです読書は人間の内なる空間を広げますその意味で 読書は非常に大切なものです。読書は、未知なるものに対する考え方を教えてくれます自分がまだ経験していないことに対する導きを与えてくれるのです勤勉さ働くことを楽しむさらには生きていく上で大切な習慣として勤勉さがあります学生時代は勉強に励むことが大事ですし 卒業して社会人になってからは、額に汗して真面目に働くことが大事です。1日の8時間をダラダラ働くのと、心を込めて働くのとでは、大きな違いがあります。良い仕事ができるということは、それ自体が喜びです。職業は喜びの源泉です。だからこそ一生懸命に働けるのです。勤勉であること自体が喜びを伴うのです。 働くことは苦しくて嫌だ働いている時間は損をしていると考えるならば人生は不幸ですそういう人は朝の9時に出社してタイムカードを入れてから夕方の5時に退社するまでの間刑務所にでも入っているような気持ちでいて毎日苦しい作業をさせられていると考えているのかもしれませんこのような人生観は寂しいものですそうではなく 働くこと自体が楽しいという人生観を持つことが、成功の秘訣であり、幸福になる秘訣でもあります。働くこと自体を楽しみにしていく必要があるのです。適度な運動、健康生活を保つ繁栄するための習慣として、適度な運動も大事です。健康生活は非常に大切であり、繁栄の基礎だと言えます。 世の中には肉体的な病気を克服して幸福になった人は数多くいて病気を乗り越えて成功したという美談もありますしかし病気の人の思想には病んだ部分があることも多く肉体が健康であるに越したことはありません肉体をよくコントロールして健康生活を保つことが長く幸福に暮らすコツですそれによって他の人に迷惑をかけることなく 自分自身も楽しい生き方ができるのです健康生活はお金では買えたいものですそれがわからない人もいますがそういう人には「少しは健康に感謝しなさい」と自然の摂理として病気が与えられることもあります病気になる人は大抵の場合何か無理をしていますあるいは油断をしていますまた怪我の場合は 不注意によることとが多いと思い思ます精神を重視する人はともすれば肉体を軽視すする傾向がありますしかし肉体の健康をなくして持続的な幸福感を味わうことは難しいのです肉体と精神とは関連があると思わなければいけませんあの世においては精神しかありませんがこの世においては肉体と精神が相互に影響し合っているのです 心が病めば肉体も病気になります。逆に、肉体が病むと心の方も悪くなってきます肉体と精神は相互に影響し合う関係にあるということを率直に認めることが必要です現代ではがんで亡くなる人が増えていますががんというものはほとんどの場合精神的なストレス悩みや苦しみが原因になっています 人間は精神が物質化すする存在なので心が病むと肉体も病んでくるのですこれは別に「悪人だからがんになる」などと言っているわけではありません現代のようなストレス社会においては心のコントロールが難しく知らず知らずのうちに無理を重ねてしまい精神的な疲労恐怖心 取り越し苦労、心配などさまざまな圧迫を受けて病気になることが多いのです精神状態が悪くなると肉体にも必ず影響が出ます例えば会社が倒産し多額の借金を抱えたところ病気になってしまったというのはよくあるパターンですこの場合は肉体より先に心のほうがまいっているのですまた肉体が病気になると 次第に精神の方も蝕まれていき不平不満や小言が多くなります他人に対して厳しい言葉を吐いたり八つ当たりをしたりするようになって周囲との不調和が起きてきます肉体が病むと心の方も病んでくるのですしたがってこの世において色心は不二である肉体と心は一体であって分けることはできず相互に関係し合っているということを知る必要があります その意味で体の手入れは非常に大事です適切な栄養適度な運動適度な休養を与えることが健康の秘訣です栄養に気をつけ運動を心がけることが必要ですし睡眠が足りなくてもいけません栄養運動休養の3つのバランスで健康生活は成り立っています簡単なことです体の調子が悪くなったならば この3つのバランスが崩れているのですから、意識的にバランスを取らなくてはいけません。反映していくためには、反省、読書、勤勉さ、適度な運動という良き習慣を、幼少時から身につけていくことが大事です。この4つの習慣を身につけた人は、種が芽を出し、茎を伸ばして、やがて花開くように、自然に反映していく人生を送ることができるのです。 3成功のもとで人間には信仰の本能がある良き習慣を作るということを述べましたが3番目に述べておきたいのは成功するためには元手が必要であるということです球根から芽が出て花が咲くようにあるいは栄養分の塊であるさつまいもから茎が生えるように成功するためには元手が必要なのですその元では 努力して作っていかなくてはなりません自己資金を貯める。事業を始めるには資金がいりますお金という元手が必要なのですその元では全部が他人の資金ではダメです何分の1かは自己資金でなければいけません自分で努力して多少なりともお金を貯めるべきです現代では、 脱サラをして事業を始める人がたくさんいますしかし第1章でも述べたように脱サラをして成功するのは5人に1人もいれば良い方だと言われていてなかなかうまくいかないものなのです脱サラをして成功する人は大抵の場合自分自身で個人的にお金を作った経験のある人です最初から借金に依存して会社を始める人はあまり成功しません それでででで成功すするるのであれば、誰でもそうするでしょう。お金のありがたみを知らない人は事業を起こしても成功しないのです努力して働きお金を稼いでその一部を貯金したことがあるかどうかそしてその貯金が毎年増えているかどうかという簡単なことが事業の成功を判断する一つの基準です自分で働いて稼いだお金の一部を貯金している しかもそれが毎年増えているという人は事業を始めても成功する可能性が高いのですがお金が入る前にカードで買い物をするような借金先行型の人は事業で成功することは難しいでしょうこういう人はまず貯蓄の習慣をつけることが必要です自己資金を作り出せる精神傾向がなければ事業を始めてもなかなか成功はできません 知識を集める成功するためのもとでとして知識も大事ですすでに読書の習慣が大切だと述べましたが知っているというのは非常に大きなことなのです21世紀には農耕社会や工業社会に代わって情報社会が到来することは間違いありません知識がこれまで以上に大きな力を持つ時代が来るのです 現在では百科事典を個人で所有することはそれほど難しくないので持っている人も多いでしょう百科事典を読めば100年前のどのような天才が考えたことよりも優れた事柄がたくさん書いてありますかつての天才たちでもたどり着けなかった知識がずらりと並んでいるのですそして今後は知識が仕事をする時代が来ます よく越えた田畑が豊かな作物を生み出すように知識そのものが田畑になりその知識の田畑から作物が取れる時代が来るのです知識は非常に大切なもとでであり重要な情報役に立つ情報は一つでも多く知っておかなければなりません有害な情報をたくさん持っていてもダメですが仕事に役立つ情報や知識は貪欲に集めていく必要があります 事業経営を例にとるとある問題の判断に迷い一か八かの決断をしたところやはり失敗してしまったところが以前に途中まで読んだ経営書の自分が読まなかった部分にその問題の解決方法が書いてあったなどということが現実にあります経営判断においては知識がないとなかなかわからない部分があり知っていれば失敗しないで済むのに知らなければ 素人判断をして失敗すするることがあるのですしかし自分が失敗するようなことはすでに他人が経験済みであることも多くそれをあらかじめ学んでおけば失敗せずに済みますこれは非常に大事なことです技術を磨くまた知識だけでなく技術も元手となります知識が元でとなるのは 主に頭を使って仕事をする人の場合ですが、そのような人以外にも、技術を持っている人、手に職を持っている人、才覚や才能を持っている人がいます。技術も人生で成功していくための元とでなのです。技術で生きていこうと思う人は、そのために必要な技術を身につけなければなりません。歯科医には歯科の技術が必要ですし、料理人には料理の技術が必要です。 その他にも生きていく上での大事な技術は数多くありますそのような技術を磨いていく必要があるのです体力をつけるさらには体力ももとでです世の中にはさまざまな職業がありますが体力がないと何事も成功しないのです政治家の仕事もやはり体力がなければダメなようです 活躍していいるる政治家を見ると若い頃に剣道道や柔道などをしていいた人が多いのですその分勉強の時間はあまり取らなかったのかもしれませんが長い人生では体が強いことが資本になるのです学生時代に猛勉強をして知識を身につけることも大切ですがある程度体が強くなければ良い仕事を何十年も続けていくことはできません体力も一つのもとで。 資本なので努力して体力をつけることが必要です体力はなかなか貯金ができません作っても作っても消耗してしまうので消耗してはまた作りということの繰り返しですしかし毎日運動をしていれば体は確実に強くなります逆に運動をしないと体は確実に弱くなっていきます運動した部分は強くなり 運動しない部分は弱くなるのです。気力を鍛えるそれから、気力も元とでです。知識や体力があっても、気力がない人は、人間としての迫力がなく、あまり成功できないのです。学校の成績が非常に良く、成績表に優が20個も30個も並んでいたとしても、ガリベンタイプで線が細く、両弱で、 死神が取りいいているような感じの人はなかなか成功しませんむしろ成績表には量や価しかなくても健康で元気発達とした人の方が成功することは多いのですこれは統計的に見てもその通りですしたがって「勉強だけできればよい」というものではなくやはり気力が大事です精神力バイタリティ 積極的にやり抜く力を持っていれば知力の不足を一定の範囲で補うことができます体力だけでなく気力も鍛えれば強くなります毎日朝起きるたびに今日も一日頑張るぞ昨日よりも一歩前に進むぞ毎日少しずつでも前進するぞ少しでも伸びればよいのだ一行でも勉強し一つでも覚えるぞ 何か工夫をして一歩でも前に進むぞと思っていれば前進力がついてきて成功へと向かっていくのですこれは毎日自家発電しているようなものでありそれで生じる熱によって自分自身が励まされるという面がありますこれも習慣の問題です要はいかにして自分の勇気を奮い起こしやる気を出すかということです 疲れているときであればあるほど頑張らなければと思うことです朝から今日は疲れているからダメだと思えば一日が無駄になりますそのような時にこそ鏡を見てニコッと笑い今日も一日頑張るぞと思わなければなりません最悪の時にこそ実力が試されるのですそこが頑張りどころです仕事というものは 自分が気分の良い時にだけ行えば良いわけではありません最悪の時にどこまでできるかということがその人の実力なのです気力も努力して鍛えなくてはなりません気力にも実力があり鍛えれば力の差がついてきます初段、二段、三段、四段というように気力にも目に見えない段位があって一年、二年と鍛錬を積み重ねていけば 白帯と黒帯の差は明らかにつくのですいかに多くの負担に耐えうるかという鍛錬が人間を伸ばしていきますしたがって困難や失敗挫折の中にあってもこれは自分を鍛えてくれている材料なのだと思って頑張ることが必要ですそうした苦労が何もなければ柳のように軟弱な人間になってしまいます しっかりした強い力を持つためには苦労をものともせず勝ち上がっていかなければならないのですその時に気力精神力が貯金として溜まっていきます一旦得た気力精神力は一種の貯金であり次に同じぐらいの難局が来てもその貯金によって軽々と乗り越えることができます自分はかつてこのぐらいの難局を切り抜けたのだから今回も突破できると思えば 簡単に乗り越えられるのですどうか気力も一種の貯金だと考えてください。4人生を反映させる奉仕の心。1人だけの幸福など存在しない。反映のための考え方として4番目に述べておきたいのは奉仕の心です。現代では このの奉仕の心を忘れていいる人が多いようです信仰の本能を忘れている人が多いのと同じく人間はいかなる存在なのかということを忘れ利己心エゴのために生きている人がたくさんいますその類の人は自分では幸福を求めて生きているつもりなのでしょうが気の毒なことに一人一人の人間の幸福は社会全体の幸福とつながっているということを 自覚していないなのですそのため世の中をパイの取り合いのように見る人生観を持ち自分がパイを一切れ取ると他の人の分がそれだけ減る逆に他の人にパイを取られるとその分だけ自分は損をするしたがって自分が幸福になるためには自分が一切れでも多くパイを取ることが必要なのだと考えていますしかしこれは人生の半分だけを見て 残りのの半分を見ていないなですこの世の社会は一人だけの幸福など成立しないようになっています個人の幸福は社会全体の幸福と密接につながっています社会全体が不幸のどん底にあれば個人も幸福にはなれません例えば大戦争が起きて国民全体が死の危機に直面しているような環境下では 自分だけが幸福になろうとしても無理でしょう反対に自分はそれほど努力していなくても社会全体が好景気で繁栄しているときには自分もそのおこぼれに預かることができます人によってある程度の運不運はありますが社会全体の好不幸と個人の好不幸とは連関しているのですところが個人としての利己心だけで生きていると 利己心と利己心がぶつかり合い争いや過渡競争を生み挫折や失敗を招いて苦しみの世界を作ってしまいますそしてそこに悪が発生してきますその原因は自分のことしか考えていないという単純なことにあります自分の幸福と社会の幸福は一体である自分が幸福になることは社会の幸福とつながっており社会が幸福になることは 自分が幸福になることと同じなのだという考え方を持っている人は悪を犯すことなどできませんこれに対して自分の幸福は他人の不幸であり自分の不幸は他人の幸福であるパイの取り合いのように誰かが幸福になれば誰かが損をする自分が幸福になるためには他の人が不幸にならなければならないと考える人は地獄の中を歩いていると 言わざるを得ないのです世のため人のためが自分のためになるそれではどのような生き方をすれば自分の幸福と他の人の幸福とが一体化するのでしょうか自分の幸福と他の人の幸福を貫くものは奉仕の心です世のため人のために役立ちたいと常に願って生きることは自分の繁栄のためでもあり 同時に社会のののためででもあるのです。自分は幸福であるが国家や社会は不幸であるということはありえません国家や社会の不幸を願いながら自分だけは幸福でありたいと思っても両立しないのですまた自分が勤めている会社に対して給料が上がらないのはけしからんこんな会社は早く潰れてしまえばいいと思ったとしても 会社が潰れてしままええばその安い給料さえ出なくなくりますしかしこれがわからない人が世の中には数多くいるのです個人においても会社や館長など個人の集まりである組織においても多くの人の役に立とうという奉仕の心を持つ必要があります奉仕の心によって個人の幸福と全体の幸福が調和されるのです 奉仕の心とは別の言葉で言えば愛です愛を仕事の形で表せば奉仕の心になるのですところがこれを安っぽい道徳のように考え本気にしない人がたくさんいます彼らはしりしよく利己心のままに生き結局は互いに争いあって不幸を作り出すことが多いのです奉仕の心を持つ人 世の中のために少しでもお役に立ちたいと願う人がこの地上に増えていけばおのずと地上天国が出現します。それが取りも直さず繁栄の姿でもあるのです繁栄のための考え方として奉仕の心は非常に大切ですたとえ個人の仕事であっても公の心を持たなくてはなりません自分の仕事は社会全体と密接につながっている 自分が良い仕事をすることが、世の中を良くしていくことになるのだ、ということを、いつも考える必要があります。自分も幸福になり、自分の周りも幸福になること、他の人が幸福になることは、自分の幸福でもある、と思うこと、これが最大の幸福なのです。